こんにちは、ギターラインのインストラクター中澤一陽です。今日はガットギターの弦交換について説明したいと思います。でガットギターはアコギとエレキギターと比べてちょっと面倒くさいと思うかもしれないんですけれども、要点を押さえてしまえば簡単です。というわけでやってみたいと思います。要点は2つ。じゃあまずは3弦ずつ緩めていきます。これ全弦取ってしまうとここのサドルという部分がポロって取れてしまいますので、これ要注意ですね。じゃあ緩めていきます。最初 C5-6 弦から少しポイントなんですけど、ニッパーで弦を切るときはフレットとか指板の上じゃなくてサウンドホールの上でやりましょう。なぜかというと傷がついてしまうからです。はい、切りました。じゃあここの取り方なんですけれども、ただ結んであるだけなんですね。なのでちょっともうこの時点でちょっとグラグラしてます。でこっちの長い方をギュギュギュとゆるゆるやるとこうやってほどけてきます。これで簡単にスッと、これとても簡単です。ではヘッド側も外していきます。ヘッド側もですね、実は結んであるんですよ。ちょっとこのようにこちらもで、こうやってちょっと引き出しにくいとかなったらこのペグを巻いて、で穴が上に向いた、あ、OK、引き出しやすいと、こういう風にいろいろ調整していくと良いと思われます。はい、取れました。はい、ではちょっと軽く今までの弦にお礼を言いながら、ありがとう、ありがとう、ありがとう。さあギターにも入念に気持ちを込めて拭いた後は新しいギターを開封します。ででん、ジップロックみたいな器具ですね。このタイプ初めてです。はい、さすがダダリオ。こうやって EDA とこれが何弦用かっていうのをちゃんと書いてくれてますね。これ素晴らしい。はい、じゃあ6弦の弦両端を見比べると実は違いがあるんです。一方は目が細かい、ギュ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 ってちゃんと巻いてるのに対して、もう一方は粗いんです。これ実はですね、方向が決まってまして、粗い方をヘッド側です。なのでこんな感じで貼るということですね。粗い方をヘッド側。はい、では問題の結ぶやり方に入っていきたいと思います。まずこっち、ギターのネック側からこう入れます。はい、入りました。ここで出しすぎないように注意してください。出しすぎちゃうとこっちのヘッドに巻くときに長さが足りなくなっちゃうので気をつけましょう。だいたいこのくらいかな。このくらいにしました。どのくらいかというと、僕の長さで中指くらい。
まあこの辺は慣れていけばと思うんですけど、短すぎてもダメですね。ではまずこれをちょっと折りまして、ギュッと一弦側にこの短い方を持っていきます。でこんな感じですね。でこれをこう持っていきます。その時にちょっと折り目とかもつけておくと変な空白がなくなるので、こうなります、こうなります。わかりますでしょうか。はい。でこの短いのをどうするかというと、ここの通したですね、ここに入れるんですよ。だからちょっとギュギュッとテンションつけたのはいいんですけど、ちょっと緩ませます。でこの中に入れるんですね。慎重に入れてみましょう。で入れました。はい、見てください。これで終わりじゃないんです。これめっちゃポイントなんですけれども、結び目のここありますよね、クロスになっているとこ、これこの上に来ちゃダメなんです。これをちょっと難しいんですけれども、こうするんです。クロスの部分がこっち側に来るようにします。そうすることで、さてどのようなことが起きるかというと、これで結んでいきます。そうすると力がどんどんこっちにギュ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 ッと力が返っていきます。そうするとここの弦が引っ張られて、クロスがここにあるところがどんどんここ締め付けられていくんですね。なのでここがどんどん取れなくなってくる、頑丈になってくるという、そういう理由のために結び目をここに向けていると。では次にヘッド部分の結び方やります。ちょっとやりやすいように穴をこっち側に向けていくといいと思いますね。まず通します。はい、通しました。エレキとアコギと同じようにちょっと長めに、結構長めでいいと思います。はい、そこで次のポイント、ここも結ぶんですけれども、どっちの方向に短いのを出すとか、これが大事で、6弦はこっちなんですね。こうやって結んでいきますので、短いのをちょっとこっちに出します。こんな感じになってます。これをこっち、わかりますか、こっちになるんですね。こうです、短いのこっちに出す。 NG なのはこっちに出しちゃうとダメなんです。はい、ではこっちにもちょっとやり直して、ギュギュッと結びます。はい、こういう風に結びました。はい、でここほどけないようにこうやってテンションを保ちます。ちょっと長すぎたかな、大丈夫ですね。はい、ではここで巻いていきます。僕はこういう風に立てて、エレキもアコギもこんな感じで親指をで、もう一つのどこかの指でこう、はい、でとりあえず6弦はこんな感じでいいと思います。という感じで5弦と4弦も張っていきましょう。次5弦です。5でこれも両端が
これはあんまりなってないんだな。あんまなってないですね。なってなければどちらでも大丈夫です。こっちから動詞、こっちの長さを見ながら、このくらいかな。で、ここをまずギュッと、ギュッとここで折り目をつけます。で、下に。に クロスの結び目の部分をこっちの後ろ、こっちのケツ側に、はい、でこうなりました。で、次こっちですね。ピンを入れてちょっと回して、そうすると短い方がニョキニョキニョキと出てきますので、さあここ結び目6弦と違います。5弦は向こうにこう結んだ時に短いのが出るというふうにやります。なのでこう結びのこうですね、そうすると自然とこっちに出ます。要は内側に出すってことですね。よいしょ。で結んだらちょっとテンションをつけ、さあ結んでいきます。でそうしていくと出てきました。これがこうだといけないです。短いのがちゃんと巻いていく弦の下に通っていくこと、そうすることでここの結び目がどんどん強くなっていって変にならないです。うんうん、いい感じですね。さあ、見てください。ちょっと内側に寄りすぎて、この短いのが入る余地がなくなっちゃいました。こういう時はちょっとやり直して。ナイロン弦のいいところとして、アコギとかエレキって切っちゃうんですよ。一回ミスるとまたもう一回買い直しから始まることが多いんですけど、ナイロン弦結構やり直せるんです。これ結構僕も好きなところですね。なのでちょっと器用にここをこう結び目の方にテンションかけつつやっていくと、ほら、短いのが入る余地が生まれました。はいはい、こんな感じです。はい、この調子で4弦も張っていきます。こんな感じで巻き弦は巻けました。ナイロン弦はスチール弦と比べて張った後もうすごく伸びるんですよ。だからチューニングを安定するのにかなり時間がかかります。なので僕は弦交換した時にめちゃめちゃ張っちゃいますね。